決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。これまでの戦い、振り返ってみてどうでしたか？そうですね、1試合目からやっぱり少し緊張が見られて、うまくプレーできない時もあったんですけど、筑波らしく中盤からしっかり楽しんで戦い抜けたので良かったと思います。筑波の自身の強みってどういうところ？強みはやっぱりそうですね、なんか誰が出ても戦えるっていうところと、やっぱディスタンスのところと、あとはやっぱ楽しんでハンドボールができるっていうところは筑波の強みかなと思います。ジョージアの下は、はい、10連覇をかけた相手になりますけど、はい、意気込みをお願いします。はい、やっぱそうですね、やっぱどんな、この1年間本当にこのインカレ優勝っていうのを掲げて本当にみんなで頑張ってきたので、10連覇の相手だとしても自分たちがやることは変わらないと思うので、今までやってきたことを全部出し切って筑波らしく楽しく勝ち切りたいと思います。優勝するぞと言ってもらっていいですか？はい、明日優勝するぞ。